はい、皆さんこんにちは、ノアです。今回はね、こちら今段のシークレットレア E 神論、こちらを使っていきたいと思います。はい、シークレット3か3番だね。ジャークリューからスーパー E 神論、はい、チェンジアクション持ちです。なんか昔のシクレの E 神論みたいなんで、これ完全にね、はい、でアビーティーはこんな感じで絶望をもたらすジャークリュー、アビメイかっこいいね。まあ、簡単に言えば HP90 倍以上で無限復活かませますので、これリクエストめちゃめちゃ多かったこの組み合わせ行ってみたいと思います。はい、パーツ自動修復機能で亀裂、このイーシンが亀裂するとアウトなんで、まあ、ゴジータ GT が入ってるんですけど、いや、やべえなこれ、圧倒的ネタデッキにしか見えないはい、まあこれでゴジータとイーシンの共闘がね見れますと。あれ、なんかちょっとリッチモデル化されてんだね、イーシンも。はい、白さが増したんじゃない。で、アプリをファイナルラウンド、グランドフィナーレで行ってみたいと思います。 HP が9360、まあ十分でしょう。さあ、今回狙うのは判定勝ちです。おそらく削り切るのはほぼ無理だと思います。なので判定勝ちないか、まあそうですね、ファイナルラウンドでグランドフィナーレでね、まあ勝てればね調子いいんですけど、一応ね固定ダメージを持ってるんでね、まあ見せていけば結構体力差でもね判定勝ち持っていけるのかなと思います。で、自動修復はまあもうみんな知ってると思うんですけど、受けたダメージを 20% 体力回復できる効果です。なので、20% 回復が5枚いると、100% 回復できるということなんで、まあそのラウンド中、まあ、復活もするんで、カンスト例えば受けてもね、E シールドで復活して、で体力が1000とか、ね、2000になるじゃん。そこでパーツ自動修復で全回復するっていうデッキです。超絶解約デッキ。弱点はもちろん復活封じということで、おお、なんかいいね、 EC のかっこよくなってる。さあ、復活封じはいるのか。はい、パッと見はいないですけど、いやでもね、アプリでも復活今封じられるんで、それが来たらまあ終わりです。はい、なんだあれ、なんかフリーザーも新しくなってね。なるほど。あ、バーダック、あのバーダック復活封じ持ってるよね。ただ体力を半分以下にしなければ OK だったと思うんで、したらまあ削らなければ OK っていうことなんで、普通にこれでいいんじゃないの。あー、しまった、そっか、そのバーダック忘れてた。あ、分かった、 E 進路をチェンジさせなきゃいいんだ。こいつチェンジさせなければ4000固定つかないんで、バーダックも関係ないですね今回。さすがに前下げ、あ、前下げでもいいのかこれ、思った。あ、待てよ、これ前下げするか、これ別に関係ないよね、だって。え、どうなんだろうやってみる、やってみる、やってみる前下げ削らない、削ったら負けだもんこれ。え、したらこれ理論上なんだけどさ、ファイナルまで全下げしても勝てるよね。それやってみるかゴミ動画すぎるんだこれゴミ動画すぎる、それは。でも削れないっていうのはそういうことよね前代未聞、ファイナルラウンドまで全下げして勝つっていう、やばい、それはそれはやばい。いやマジで不安だわアプリ使われた瞬間終わりなんだけど。いや持ってないでよ、頼むから。いや本当にね、バーナックの復活封じとアプリの復活封じだけなんだよね今怖いので、まあとりあえずこれ死ぬじゃん。で死んで E 進路で復活して、ハイパーメガリルドで 20% 回復、55連のね 20% 回復で体力をフルマックスにするという作戦。これはハマったらすごいよ。いやマジであのアプリ使えそうだな、持ってないといいんですけどね。はい、まあまあまあ普通に死ぬじゃん。で復活するんですよね、これが。しかもゴジータの復活ボイス聞けんじゃん。あ、何も言わないんだ。実をもたらすジャークリューからの 20% 回復が、あ、完璧だこれ、完璧や。
あ、完璧だわ。完璧だ。27,960。さあ、あとはここね、アプリ次第。ちなみにウルトラゴッドだったらちょっとやだかも。ウルトラゴッド、あ、いやでも、いや、ウルトラゴッドでも大丈夫か。とりあえず半分以下にしなきゃいいからね、体力を。逆に半分以下にしたら負けなんだよ。はい、来たよ。そう、これがうざいんすよ、運命に抗うバーダック。これだけだね、今警戒すべきは。もう一回前下げするか。やばいだろ。いやでもこれ別にね、なめプしてるわけじゃない、ないですからね。もう一回前下げしてみる。頭おかしいよこのデッキ。頭おかしいって。バトルアプリ効果。さあ、復活封じはもうねこのタイミングじゃないんで、はい、もうほぼ勝ちですかね。あー、なるほどなるほど。はい、相手のアプリもね不発に終わっていくというスタイル。いや、これちょっと相手に悪いですけど、あの、まあこれも戦術っていうことでね、ちょっと許してもらえると幸いです。いや、これこの人何やってんだろうって多分絶対思ってるよ、向こうね。え、何してんだろう。でもこれね、気がつけば負けてるから。さあ、サイヤバーストやっていいよ。はい、来た。もうなんならワンパンで沈めていいよ。まあ相手のデッキもね、それなりにね貫通とかもいるしね、まあおそらく簡単にやれることはできると思うんで、まあファイナルラウンドでねこれ出してもいいのよ、ぶっちゃけ。うん、出してもいいよ。さすがに見せ場ゼロっていうのもねあれだと思う。いや、これ強いぞ、ちょっと。え、待って、しかもこれ体力回復も何気ついてんだよね、これゴハンクス未来みたいな。で、このゴハンクス未来の効果が悟空系がいると発動しなくなるということなんですけど、まあ最悪ね、悟空いなく、あの、いても別にパーツ自動修復あるんで全く関係ないです。はい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 、全く怖くないっていうね。まあこれはワンパンされたでしょ。はい、火力やばいからこいつら。いや、爆笑なんだが、完璧にハマってるもんこれね、完璧にハマってるもん。ちなみに、あの、オーバーキルされてもこう体力アップじゃないんでね、リルド単純にこうね、受けたダメージの 20% 回復して、まあ上限値に回復するって感じです。この上限値を増やすには、あの、メテオミッション開幕アプリとか使うといいと思います。むしろメテオミッション開幕アプリ仕込んで1ラウンド前下げしてもいいかもね。それの方がいいのかもしれない。おい、完走。カンストしても全く関係なし。はい、なんか声ちっちゃすぎて何言ってるか分かんなかったけど、うわ、すげえ、 20% 回復でフル回復した。あ、そっか、これ、あ、今思ったけどさ、これ受けたダメージの 20% だから、そっか、前下げすればこれ5枚積む必要ないじゃん。うわ、天才的なことに気がついてしまった。ただ相手の火力依存になっちゃうんだけどね、その場合相手が3万とか4万とかで KO してくれれば、別にこれ 20% 回復2枚3枚ぐらいでいいね。完璧だわ、さすが私って感じだなこれ。あー、ついに相手も1枚出ししてきた。ついに相手も1枚出ししてきた。しかもこれだったらめちゃめちゃ速いから回線切れることもないしね、ドストレートに勝つというね判定で。どうよこれ、ちょっと買いそうだからファイナルラウンドで EC の出してみるか。あの、チェンジも見れるんで。てか、そうだ、もう、あの、思い出したけどさ、これサムネイルも取れないから、じゃあいいや、最後だけ EC の出します。すぐ濃すぎんだけど、ただ正直ね、出す必要もないのよ。うん、だってこいつら別にサポーターにいてもアビリティガンガン発動するんでね、サポート、アタッカーに出す必要すらないんですけど、まあ一応ね、動画映えっていうことで、はい、こう、ただただ相手のスコアボーナスが増えていくというね、これ与えたダメージがどんどん増えていくという、
これ下手したら前ラウンド完走すればさ、ね、1ラウンド中10万ダメージ与えてってスコアボーナスで50万とか普通にいくよね、これバトスタでも全下げ続ければ。あー、そもそも死なない。で、ベジータでも死なないね。え、こんなことあっていいのかこんなことで勝っていいのかまあまあの星じゃん。本当にいいのか、これで。マジ？いいね、強すぎ。なんだこれ、頭おかしすぎんだけど頭おかしいよこれ。ラウンド4、はい、無限復活は続きますと。そしてバーダックが永遠に復活封じにならないと。いや、これ盲点でしょ。復活封じを対策していくスタイルね。もう前下げでいいよ。あー、そこはもう揺るがないんだね、バーダック1枚なし。いや、ウケるな。これいっそのこと次のラウンド全員出してみようか。あ、ダメだダメだ、危ねえ危ねえ。リルド気絶しちゃダメなのか。じゃあゴジータとイシンロンだけ出してみようかな。そうだね、気をつけないといけないのはそこだね。このハイパーメガリルドが寝ちゃうとラウンド終了時効果発動したくなるんで、まあ、一応それのケアでね GT 入ってるんですけど、ゴジータ GT。 ただスキャン中ミスっててこいつ本当は先にスキャンしないとねいけないんですけど、はい、ちょっとそこミスってるんで、まあメガリルドは出せないかな今回。ゴジータとイーシンロの2枚出しとかだったらね全然いいんだけど。いや、めちゃめちゃ面白いね。もうね、勝ちを確信してるもん何にもしてないけど、ここまで自分ほんと何もしてないよ。ボタン押してるだけ、作戦決定時の。何もせずに勝つという、はい、で、また復活はい、今回本日4度目の復活チャンス。いや、このデッキやだわ。もう自分だったらもうね、ファイナルまで全先するかも対策なかったらもう。マシンミュータントの力だ。はい、100%。 はい、来たファイナル。じゃあここでグランドフィナーレいきますか。はい、さらに復活は続きますと。無限復活は続きますよ、どこまでもっていう感じで。あー、エナたまんなかったね。じゃあもう普通にこれでいいかな。これでいいよね。いや、おもろ、マジおもろ。いや、ただこれは1回でいいかな使うの。あ、それなんだ。あ、ちゃんと前陣モードついてんじゃん、新しいんです。ゴッドボスみたい。あー、すげえ、それなんだ。あー、スーパーゴッドボスのねしかも綺麗になってる分こっちの方が上っていうね。かっこいい。覚悟はいいの。めっちゃかっこいいやん。しかも効果めっちゃ強い激怒だ。4000固定スキー強い。あ、いいね、ゴジータとイーシンロンのそれいいね。さあ、じゃあ最後だけチャージをしていきますか。はい、でまた復活するというねこれ、まあ、ちなみにイーシンロンが気絶しようが 何しようがもうね復活効果は発動してるから、うん、まあ何も問題ないです。いや、ただただバーダックもやばいね、これ。ほら、うわ、マジか、固定えぐ。いや、これ普通のデッキじゃ勝てないと思うよ、多分マジで。ゴジチルでも何でもいける気するもんね。ゴジータ BM とかさえなければだけど、もしくは転送をた、ね、対策するかだけどね。転送対策、まあむずいけど、うん、ちょっとそういうのやればゴジビムとかもねまくれんのかなとは思います。はい、てかこれ削り切ったんじゃね。あ、削り切ったわ、マジ。判定勝ちじゃなくてこれ普通に削り切ったわ。だってこれで4000固定の
で最後に2万ミサイルでしょ。24000固定で勝ちじゃない。少し充電できたぞ。はい、勝ち。やばすぎ。何これ。勝った。何これ、害悪すぎでしょ。害悪だこれ、害悪。はい、乱活をなしということで、はい、勝ちました。何のくすえもなくね、負ける要素が1ミリもなく勝つという。いや強っ、無敵だ。はい、ということでね、まあバトスタではこれもなかなか見ない光景だと思うんですが、はい、今回ハイパーメガリルド艦隊でね、使ってみました。これかなりリクエスト多かったね、組み合わせで。いやまあね、正直こいつの回復がねマジで、息しなかったね。で1ラウンド目で、メテオミッション開幕アプリにしても代用できると思います、普通に。で前下げして体力2万1000増やせば、最後削りきんなくても判定勝ちにもできるんで、ゴッド流星とかでもいける気すんだよね。無理かな。ゴッド流星って体力いくつだっけ、あれ、あのデッキ5万ぐらい、5万とかだったら別にこれでね、あの戦線戦線って殴り切ってればね、なんか最終的にね5000の、こっち体力5万残せば普通にそれで判定勝ち持っていける気すんだけど、いや恐ろしいな、このカードマジで恐ろしいですね。よく見たらイラストもめっちゃかっこいいし、いやこれはもうネタとは言わせない強さだったんじゃないですか。はい、じゃあ最後邪悪竜大進撃っていう必殺技があるんで、ちょっとこれをねお見せして終了したいと思います。はい、ということでメテオミッション、2弾の最新動画はぜひ終了画面の方からご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。めっちゃ楽しかったね。次の動画でお会いしましょう。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。